イギリスに住んだことある人はどのぐらいいますか Oh, where? Okay, let's go for Canterbury. Canterbury. ケントの、ケント。今、あの、この客さんの発音正しかった。僕が噛んだ。Canterbury. そこで何を、学生。割と有名な大学。割とその大聖堂。ケントの大聖堂あるでしょ。あの、イギリスの面白いことには、大聖堂、カティドル。の意味合い分かる？なんかイギリスの国にとってカテドラル。なんか日本にはその自治体あるでしょう。なんか市町村的な。あのイギリスもあるんだけど、シティ、シティ、市になるには大聖堂がないとシティになれない。そう、どんなに人口が多くても聖霊指定都市になれない。あなたは町だけ。そしてどんなになんかちっちゃい町でも大聖堂があるとしたら急にシティ。の枠本当にイギリスの一番ちっちゃいシティは人口2万人ぐらいでもちゃんとした大聖堂を取ってる、yeah、でも日本の同じようなシステムがあるんだけどその日本にはでもシティになるのはでも大聖堂じゃなくてロフトロフトロフトがないとなかなかそしてロフトと特急ハンズがあれば大そして IKEA があれば、あ、田舎。